ここ使っていいんや。使っていいです。すごいとこやないつもあそこのお風呂屋さんに使わせてもらってるんですけど、うん、ちなみにですけど、うん、雪ここ降ると、うん、本当に真っ白になって、あ、この場所で撮影した動画が200万回再生。うそ、縁起のいい場所です。今日も全然雪ない。今日はちょっと期待できないけど、今日8200再生や。微妙あれも見えてるしね。発光だ、綺麗ですね。 あれ見ながら俺ちょっと薪ストーブ炊こう。Thank you.
すごいな。仕上がってるでしょ。すごいね、これ。これ。車やろ、これ。ええー。でも、まだ冷えてないけど。うまい。じゃあ、すいません。お久しぶりでございます。久しぶり。ああ、ああ来てよかった、うん、ここ街灯もないから、あ、腰が結構きれいに見えたり、ほんでなんか広いよな空、そうそう、周り何にもないから田んぼだけだから、ほんまやね、山もあんまないしね、めっちゃめっちゃ居心地いいやん、ここ、そうす、ここやばいな、うん、帰りたなくなるやん。そうそう、だって木村さんとキャンプした時って大体天気悪かったじゃないですか、うん、今日初めてですよね。そうやね、ほんまやね、大体土砂降りか。一番最初の時なんかね、雷なんて大嵐でしたからね。風は吹いてね、うんうん、ほんまやね、っていうかええな、この人いいでしょ、うん、もうこれあれば、うん、どこでもいいんですよ、もうそっほんまやな、結局これその辺の人んちの庭とかでも、まあ、全然これで許されるならね。ほんまやね、はい、よし、これで、よし、バスし、下に出してどうなの、全部入るかな。
センターで買ったヒレ肉。うわっ、ヒレ肉、うん、いただきます。はい、うまいね。うまい。焼き加減も最高。いや、いい感じに焼けた。これあれやね、昨日まで1週間、うん、精進料理ばっかり食べてて。好きですね、ヘルスを。ヘルスメイク好きですね。ヘルスメイク。だから久しぶりの肉やったのよ。うん、いい肉をと思って。あ、そうですか。いや、もう明らかに肉質が。いいよね。めちゃくちゃしっとり柔らかの。うん。これもすごいや。これ今、バスジ鍋やってみたんですけど。うん。ちょっと、これ入れすぎて。え？ちょっと辛いかもしれない。ちょっと。全然いい感じだ。うん、なるほどさん。はい、もしよろしければ。あ、来た。はい、バスジ。うわ、バスジこんにゃく。バスジこんにゃく、牛すじじゃなくて、へえ、あの、かなぎって、うん、馬肉が青森で有名なとこあるんですけど、そこの、うん、いただきます。これがこんにゃく。これがバスジだな。そっちはバスジかな。ちょっと早い。あ、うまっ。辛くないですか？全然辛ないよ。ですか？うまい。ですか？うん。よかった。これちょっとしばらく煮込んで、またトロトロになるまで。まだこれ序の口なんや。はい、まだもっともっと煮込んで。え、めっちゃうまい。辛っ。辛っ。あ、うそ。で、食ってけばまだ汁も薄まって、ああ、ちょうどよくなると思うので。辛うまっ。よいしょ。いいですね。あ、よかった。めっちゃ辛うま。
なんか牛すじより臭みが少ない気がして。あー、なるほど。本当にただ下茹でしただけで他何にもやってないんですよ。へー、すげえ楽。筋なんやこれ。おっ、日課じゃない？日課リッチブレンドや。はい。よしよしよし、ちょっとじゃあ一回ですね、これをちっちゃい、ちっちゃい家にお邪魔してる感じ。このちっちゃいこれがちょっとしっかり入るんです。へえ、すげえ。ちょっと燻製しながら。どこで燻製するの？ここで。え、燻製ってそんな感じ？出して。あ、ええー。あ、いい匂いすんな、この桜。桜ね。めちゃくちゃいいでしょ、ね。めっちゃいい匂いすんね。すげえ。うん、またやっぱ牛とはちょっとちゃうな。なんやろうな、このまろやかさっていうか、甘みというか。油がね、ふんさらっとしてるんですよ。うん、うまって。これめちゃくちゃいいぐらいですか、こうやって、ゴールで。うん。ストンと。めちゃくちゃいい香り。ほんまや。日村さん、これ大成功の予感ですよ。めっちゃいい匂いするやん。燻製マカロニポテトサラダ。でもこれ色がもついてるから。あららら。あ、うま。あ、染みてます。うん、うま。うん。あ、うまい。バッチリ。あ、うまいな。あれ買ったの？サバ。サバ買いました。あ、やった。サバの燻製してみますか。うん、しめサバの燻製初めて。やりたいやりたい。いい匂いしてんね、このいぶられてるやつ。うわ。ちっちゃいかな。うわ。うおお。え、マジでうまそうなんですけど。あ、油うまそう。これ色めちゃくちゃ綺麗についてますね。うまいね。俺が言ったやんな、サバ。そうですね。何？え、俺が言ったやん。そうですね。そう、いや、木村さんが言ったのは間違いないですよ。うん、そうって言ったらすぐそうですねって中で。うわっ、めっちゃうまい。燻製されてます？うん。ああ、いい。うん。いいですね。うん。あ、これはうまい。うまっ。燻製結構ちゃんと燻製つきますね。そうやね。うん。香り。なんか、もっとつきづらいのかなと思って。うん。でも、もっとつけたらもっとつくんやね。多分、だって他のって飴色になってたりしますもんね。うん、結構色がもう変わって。仲良し。仲良し。これはですね、うん、チータラの、タラの部分が、八戸のイカでできてるっていう。あー。なんか、ここ一個一個梱包してあるんですよ。あらら。うまっ。あー、うまっ。
うん。あはうん。すげえ通じて食べましたね。うん。うん。あ、うまうん。これがうまい。うん。燻製仲良し。燻製仲良し。うん。うん。くん中。くん中。うん。おっしゃる通り。うん。ちょっと、喋んなくてもいいんですよ。俺のことなんて、ほっとけば。一緒です。運命共同体です。寝ましょうか。なんで？いや、なんでって、もう限界でしょ？全然、まだまだ行こうよ。いけるよ。いや、全然いける気配ないですよ。いけるって。いけてないですって。ちょっと試してみてから、そう言わない。いや、うんうん、いや、もう終わりましょうって。なんで、何を？いや、この飲み会を、二次会を、ま。いや、ちょっと喋り足らんでしょ。いや、いや、だから、もし、限界が近づいてるから、喋れないでしょ。もう目が開いてないから。開けれるよ。いや、もう無理だって。いや、早く帰れよ。なんだよ。あ、目覚めた。すいません、暴言吐いて。寝てるみたいな扱いすんなよ。いや、寝てるって。全然寝てない。全部聞いてたからな。いや、全部。全部聞いてたからな。しょうもないこと言ってない。いや、しょうもないこと言ってないです。ただに、乾電池のプラスとマイナスが分からない。いや、言ってない。それ、夢の話。それ、寝てた証拠ですよ。これもう寝ちゃうと。寝る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 って、そのすっごい寝る寝る言うやん。まるで俺が寝てるかのよ。寝てるじゃないですか。もう一回、正規みたいな顔しません？正規？正規。いや、正規じゃないじゃん。正規。なんかもう朝からやってましたね。ずっとやってたよ。冷蔵庫の中にあった。クーラーボックスの中にあった。お前か。いやいやいや、俺やるわけないで。なんか聞いとったぞ、そういう嫌がらせやるとは。すげえクレーム。シュラフの朝から袋、寝袋の袋を隠しては、え？クーラーボックス入れて。近所のクレームじじいみたいなので現れた。聞いてたぞ、ほんま。いや、心当たりないほうがいいんですか？聞いとったからな。やっぱお前やろ、犯人は。いや、寝袋の袋を隠しては、喜び、人が困ってる姿を見て喜ぶ。そんなことしないですよ。クソ妖怪が。いや、ちょっと危ない、危ない、危ない、危ない。妖怪？二度とお前なんかとキャンプ行かへんからな。いや、クーラーボックスに。人の寝袋の袋を隠しては喜ぶ。隠してないですって。え、クソ。それ、水、雨、熱いから、油がやりやすい。八戸のクソ妖怪。
いや、青森の声。なんか妖怪といえば、妖怪といえば、妖怪コーヒーってのがあるんですけど。ほんまかい。妖怪コーヒーっていう。ほら、それさんには、うん、人食い鬼のコーヒーを。ああ嬉しいってならんよ別に。鬼の種類を。鬼やったっけ？人食い鬼。うん、美味しい。普通の、うん、ちゃんと人食い用にコーヒーでしょ。ああ、でも言われてみたら人食い用にの味してるな。ようできてるわ。人食い用に味します。うん、言われたら、ね、薄く奥におるって感じ。隠し味みたいに何ですか、人食い用に味って。